皆さんこんにちは、BDJ の小林です。今回は自宅で自重でハム、お尻、ももの裏側ですね、下半身の裏側の筋肉を鍛えるトレーニングを2種目ご紹介させていただきます。下半身の筋肉というのは大腿四頭筋、前ももと合わせて非常に大きな筋肉なので、シェイプアップ、体の、ね、見た目を整えるという意味でも、全身の筋肉をつけて代謝を上げて、ね、太りにくい体にするとか、ダイエットするにあたっても非常に重要な筋肉になってきます。特に女性においてはやっぱりね、ヒップライン、お尻から太ももの裏側にかけてのラインが綺麗だと、パンツが綺麗に履けるとかね、まあ若々しく見えるとか、足が長く見えるとか、いろんなメリットがありますので、ぜひぜひね、これを参考に頑張って取り組んでいただければと思います。で、女性だけじゃなくてね、もちろん男性にもメリットあるんですよ。お尻とか太ももの筋肉が強いと、実は腰痛の予防改善にも非常に効果的だったり、ここからね、つながってくる肩こりの改善にもね、実はね、こう間接的にですけど効いたりとか、ね、非常に健康面でも重要な筋肉ですし、やっぱりね、前ももばっかり鍛えて、お尻とかね、ももの裏側、ハムストリングが弱かったりすると、そのアンバランスで股関節を痛めてしまったりとか、膝の関節を痛めてしまったりとか、健康面で、まあ、あまり良くない状態になってしまったりすることもありますので、全身の筋力のバランスを整えるという意味でも、ぜひね、男性にもこの裏側のね、お尻とハムストリングトレーニングはやっていただきたいなと思います。1種目目はヒップリフト。自宅のトレーニングでもう器具もなく気軽にできちゃう、ね、簡単な種目なんですけれども、まあ、非常にいい種目です。こう筋力とか運動経験に応じて負荷を、ね、結構調節しやすいですね。まあ、片足でやったりとか、足をソファーとか椅子とかそういうところにつけてですね、ちょっと高い位置に上げてやることで負荷を増やしていきたいとか、もっと難しくしようとしたらね、バランスボールの上に足を置いてやってみたりとかね、いろんなバリエーションでこう負荷を高めていけるので、結構ですね、自重のトレーニングの中でも負荷が高くておすすめです。ということでね、このヒップリフトはいろんなやり方でね、皆さんのそれぞれのね、筋力とかね、運動経験に応じてどんどん難しい場所に挑戦していっていただければと思います。やり方はね、ぜひ別の動画で解説しておりますので、そちらを参考にしていただければと思います。そして2種目目なんですけれども、リバースランジですね。はい、スプリットスクワットと同じように、まあ、片足で動く種目になるんですけども、このリバースランジにすると、前ももの大腿四頭筋よりもお尻とかハムストリング、ももの裏側ですね、こちらの筋肉をよりメインで使えるようになってくるので、足の裏側をね、鍛えていきたいという方はこちらのリバースランジをおすすめします。これも片足でやる種目なので、実は結構しんどいです。息も上がりやすいので、結構最初はね、慣れてないと疲れると思うんですけども、ぜひぜひチャレンジしていただければなと。はい、今回はですね、自重でももの裏側、ハムストリングとお尻を鍛えるトレーニングをご紹介させていただきました。ぜひ参考にしてチャレンジしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。